ハロー、こんにちは。ティームリクエド VS T1 ラストゲーム。ティームリクエドファーストピックを選ぶ。コーキーをバンしてる。ルームランバン。フェイカーの得意チャンピオンバン。T1 ここでジグスバン。これはもうジグスをピックするようなバンだもんね。アッパー、トリス行くか？フェイカーのトリス、今回は調子良かった。APA? やっぱセジュアニとジグスが鍵を握ってると見た T1。 どっちもバン先出しされるからね。トリスを取る。フェイカー、このトリスに対して何を出す？ファーストゲームはアジール。ヨネもあるんだけど、ヨネはね LCK で勝率低いし、ゼカとチョービ以外勝ってねえからな。フェイカヨネやるのあんま見てねえし。一旦アッシュ、連戦も強い。アッシュ、エズリアル、ゼリー、エズゼリー、エズ微妙だったな今回。エズゼリー、ゼリー、アッシュゼリー、どう？一旦アジール、アジールいつでもピックできると思うけど、一旦相手のピックを見てから選びたいか。3ピック目で R3 で。タリア、タリア久しぶり出てきたね。このマッチアップは LCK でよく行われますが、トリス有利マッチアップではあるよ。マイブリンクしたらタリアが危ないからね。ティームリクエド、ここで何を取る？魔王界、まあ、ダブル ADC で魔王界は人気だけど、魔王界自体が今弱えからな。お、レリオンソルはないね。トリサナミッド限定です。 ADC はいけない。まあ、ゼリーとか取るんじゃねえの？あ、でも、魔王界だったら、なんか超射程の長いレートゲーム ADC でもいいし。まあ、ゼリーだよね。ゼリー、ドアンテ。で、ここでエズリアルが人気キャラではあるが、ゼリー相手だったら、そこまでか？あ、とかこれアッシュか。アッシュがさすがに ADC だから今のメタ。サポートは今いないんで。アリバイ？アリバイじゃない。バイタリア。これバイはいい時はいいよ。 DK とかマジで使い方うまいけど、バイはねうまくいかない時はマジでうまくいかないからね。怖いんだよなバイって。でちなみにバイはだから遠距離ウルトを合わせられるキャラが最近はすごいリスクあんまりなくていいなと思う。バイランブルーとか、なんかバイエズリアルみたいな、なんかアルティメットブッパー、バイのウルトにウルトで遠距離からなんかフォローアップできる系がすげえよく見えるんだけど、見れるんだけど、今回ランブルはバンされてる。モルデカイザー T1 またバンする。ティームリクエド確定エンゲージノーチラスバン。これ T1 ラカン良さそうだけどね。ティームリクエドからラカン奪えるし、レオナバン T1。 TL としてはやっぱラカン欲しいでしょ。でも T1 もラカン絶対美味しいぞ。T1 ラカンは、まあ、レナータとかでもいけるけどさ。レナータ魔王界も強いからね。ナー、結局ゼウスのナーは全てを破壊する。ナーはもうバンした方がいいと思う。カサンテ先出し。何を取る？ベタ足相手グラガス。 TF 最近勝ってるイメージ全くねー。ラカンだよね。ラカン取るよね。一旦ラカンで
あー、ウディア加算耐えて有利取れるし、ベターシャイトは確かにバードではある。コア JJ いける？確かこれバードめっちゃ美味しいな。安定はラカン、プレイメイクできるならバード。コア JJ バードのイメージゼロ。But it's going to get a little bit tricky if it's going to be, for example, a Varus or Kalista pick. Classic T1 bottom duo with Ashe. So many different combinations they can go for. Ah, Rakan ですか。They end up opting to the Rakan. I liked. まあ、敵に取られたくもないのよ、このラカンは。で、ケリーはバードでキャリーしてたけど、これは バード構成ではない。ラカン見て、何がある？アッシュ。なんか欲しいサポートが見受けられなかったよね。シビア、うわー、これビッグバンどうなんだ、うわー、これビッグバンどうなんだろう。左側ちょっと強そうに見えない、右側ん。ハロー、こんにちは。ティームリクイド VS T1。3試合目。これ負けたら帰国。T1 構成すごいよ。最近アッシュサポート減ってきてる。見なくなってきたのに、アッシュをサポートで回して、シビアピック。シビアはマジで見ない、このキャラ。どういうキャラかっていうと、まあ、サポーティブ ADC だよね。アルティメットで味方の足をみんな上げ早くして、あとユニークなのはスペルシールドをスキルで持ってる。だからマオカイのスキルを自分が盾になれるね。 ADC で味方のサポートがいらない。で、 T1 の構成はバイがアルティメットで敵を捕まえるだから、まあ、射程に入んなきゃいけないんで、シビアのアルティメットで、まあ、敵を捕まえるっていうシナジーですか。あとは連戦がめちゃくちゃ強いね、ダブル ADC はさすがに。だからティームリクイド、まあ、3試合連続レーンスワップで、そうアッシュはレベル1めちゃくちゃ強いので、これができます。レベル1一生ミッドいける、こいつ。経験値を吸いに来るカサンテを殴る。経験値を吸えたカサンテ。吸えた？吸えてなくね？あ、吸えてるか。吸えてんの？あ、なんか吸えてないように見えるけど、そのアイコンの紫のバー。 T1 って中盤どうやって火力出すんですか？まあ、中盤は火力出るだろうけど、後半誰が火力出すんだろうね、知らない。あのゲーム時間伸びたら終わる。 T1 勝てない。もう連戦に命をかけてるから、この連スワップはマジで嫌だね。 T1 としてはウィンレインウィンゲーム。なんかサポートキャラが多い T1。 なんなら全員がサポートキャラ、メインキャラ以外ね。ちょっと待って、俺マジでさ、ティームリクイド決勝で見たくない、本当に。オーマイガード、オーマイガード。まあでもテレポートで復帰できるからね。あとサポートのキル、もう一回殺しに行くか、もう一回殺しに行く。これウディアの方がね、耐える性能高いんだよ。あとアッシュシビアは連戦は強い、ハラスは強いけど、ダイブが強くない。ワンパンがあるわけじゃないから、持続だから。ウディアはね、経験値吸えるのよ。カサンテはラカンで打ち上げられるから殺されるけど、これやばいって。構成終わってるって。 T1 ジェンジーリスペクト国際戦無観客構成やん、こんなもん。ちなみにシビアラカン相手厳しいよ。スペルシールド持っててもラカン相手はノックアップ食らうからね。アルティメットのチャームをスペシーしてノックアップは食らうから、ラカン相手にシビアもな、納得いかないよな。
alongside Core JJ with the same. So this is definitely a much better lane state than what it could have been moving into a laning phase against double AD carry that we know provides so much pressure, especially piloted by these players. As Core JJ, T1 ここで決めろ T1。 あークソノースアメリカプレイヤー、ピングが常に60-70でやってるから、オーナーのその相手がうまい前提のプレーが決まらなかったいやまあイエオンがねそこまで考えてのプレーにも見えるけどね、ブロンズ相手だったら普通に打てば当たるやつを、まあ、相手プロだしこれはどうせ絶対避けるだろうってことで普通にフラッシュする先に打ったんだけど、コスクソ60ピン、これもソロ級60ピンでやってるからの反応速度、おじいちゃんさすがティームリクエド、平均年齢25歳、他のチームみんな21歳前後、まあ、イェオンは若手だけどな多分、いやでも今のフラッシュはなんか反応できてないフラッシュに見えたけどどうなんだろう、まあ、分かんねえまあでもキルは取ったね T1、ただもっと畳まないといけない、これトップはもともとウディア有利で、ウディアレベル6、カサンテレベル4、しかも5が遠すぎる、これトップはもうカサンテ勝てないっす、経験値も失ってるキャノンの、うわこれトップ地獄だね、経験値吸いに行ったけど2回殺されて結局経験値吸えてなくて、ウディアは全部1回も死なずに経験値全部吸ったからな、カサンテやばいぞ、これちなみにカサンテ構成きついよ、トリスゼリー相手マジでやることない、フロント張れん、ここまで腐ってると、でウディアは逆にめちゃくちゃフロント張れるね、なぜなら相手キャリーねえからダメージねえからおいなんだこのシビアアッシュタリアってダメージどこで、バイも軽く出ねえこのキャラ、TL がボイド3、 T1 ヘクステックドラゴン取るってことはドラゴンがゴミな可能性が高い、 T1 ドラゴンガチャ大事、来いケミテック、ケミテック来い、ゴミが2つ目で来い、ああファーク、ベストドラゴンが2つ連続で出た、ダメージ足りねって言ってんだよ、ダメージくれるドラゴン消えた、キックも悪ければ運も悪いのか、いやもうほんと T1 はほんと序盤で全てを取る必要がある、タワーバッキバキにしてドラゴン取ってジャングル荒らして、バイはレベル有利取ってるよ、アッシュで視界も取れるしプッシュも早いし寄りが早い、そこを生かしていきたいね、自分たちからアクションをバンバン仕掛けないと負けます T1、 時間経てば勝てない、どんなに上手いチームでもこの構成40分とかいったら勝てん、35分超えたら勝てん、もうザ・スタンダード超レートゲームチームファイト構成、 T1 の構成スプリットができるわけでもなく、結局自分たちも集団戦なんだけどレートゲームのパワーが違いすぎる、唯一あるのは序盤の強さ、しかしその序盤の強さがレーンスアップによってうまくいってない。カサンテ from behind could still catch up later and become tanky and still be relevant. And Udyr with a massive advantage may be useful now, but if you can't utilize that prior, シビアはレート強くない？火力は出るんですけどこのキャラ、射程が短いんす。だからダメージが結局出ないんす。But it's gonna be okay later on. It's not a massive advantage I'm giving to T1 here, but I do think considering the damage done. 相手がなんか4人メレーとかだったら、まあ W がね、パパパパっていくけど、これ W ADC 構成だから刺さらん。TL could definitely swing things back. But a good start for them with how this Udyr is working out. Let's see how they use it.
Yeah, it's going to have to be used effectively, and I'm really glad that you bring that up, because I think Zayas, his buttons will do things that are good, kind of regardless of the amount of gold he has, but that's a good buffer from APA. Able to get out of the seismic shock this time. As Umpty, not quite able to find an opportunity here. As Impact, he's going to... いやー、まあ、これはゼウスのカサンテが集団戦でうまくやるしかない。あとケリアのアルティメットだよね。やっぱ、すべてを変えるのはアッシュのアルティメットよ。アッシュのアルティメットを連続でさ、ミッドとかにぶち当てて、キル取って、ドラゴン取ってとか、アッシュのアルティメットの精度がマジで大事になる。なんだけど、みんな機動力あって硬いのよね。ベタ足のせいとかだったらさ、全然あるんだけど、トリスゼリーだから。Man, this is a really awkward moment for TL because you know Zayas can't show up to the fight. Impact has teleport, so maybe you want to heavily commit to this objective, but at the same time. あとこれシビアってさ、スペシ持ってるけどウディアに RR されたら動けなくね、殴れなくね、射程入れなくね。ウディアが突っ込んできて RR ピュってやってフロントラインに戻ったらトリスゼリーにフロント負けするぞ。シビアがダメージ出せなかった瞬間終わるからな。これガチきつい。マジここで本当に有利取る必要がある。うわー、オーナーが背後は魔王界ウルト事前に打ってるのうめえ。あーやばい、これマジで俺この構成でどうやって逆転するか見当たらない。 APA、 あーティーワー、あーFrom Umpty and also the setup from Core JJ forces the flash out of Caria and T1 are not first on the play. I think this looks like they're diving on the Zeri. If they're the ones starting it off, they know Impact had the ability to just join with the TP. That's always Gen G みたいな構成。序盤有利取らなきゃいけないんだけど、そんな有利取れるのかっていう構成よ。パイ選んだはいいけど、誰が一緒に突っ込んでくれるのって感じじゃん。俺は言ったような遠距離アルティメット、またはなんかアリバイみたいな感じでみんなで突っ込む系がいいって。バイト、誰がバイト一緒に突っ込むんや、いねえよ。シビアアッシュってなんやねん。コメントでさっきあったけどセラフィーンだろ、行くとしたらアッシュセラフィーン。 LCK でも流行ってたし。And I think also they would have taken into account that Faker didn't have his teleport and APA did. It's teleport advantage. まあでも文句はもう言ってられない。もう構成選んじまった。ここで有利取るしかない。ブレーキかけたら負ける T1。ゴールドは負けてる。アイテムも負けてる。だけど、進むしかない。戦ってミクロで勝負。ポジションで勝負。これドラゴン譲ったらマジでまずいぞ。でも T1 ドラゴン譲りがちなんだよね。でもさ、譲るときゼウスが有利取れてんのよ。ゼウス有利取れないのよ、これ。腐ってっから。そう、だから戦わなきゃいけない。だけど、この時間帯のウジア、ウディア、マジで最強ね。This is a Zayas at level 9, just sitting under turret against a 6 Void Grub APA who is just pushing down this turret. Zayas gonna eat up the damage. Oh! Zayas, can you get it? Yeah! Wow, and also Grub 6 kayo! 6 Grub is yabai yo! Toritz が神になるよ。勝てるビジョンが見えない。アパ？アパ調子乗ったな、さすがに。タワーのゴールド取りに行った。オッケー、いいぞ、アパ。よし、さっさとしない。Just being a bit frustrating, buying some time once the minion wave is gonna get a bit of it before he's punched to death by the Vi. I think if APA plays that a little bit safer there, maybe he actually gets out. The Ash Arrow misses. Faker commits. タワーのね、ローカルゴールドを欲張って取りに行って死んだね。フェイカー狙われているぞ。逃げられるか。テレポートで離脱、いい判断。OK、いいよ。T1 なら見せて。くそ、これ、ちょっと待って。もう、グマヨシにかけるしかねえか。
もうグマヨシのスーパーシビアに、もうシビアに金を全部入れろ。もうシビアに入れるしかねえ。一応こいつレートゲームキャラ、射程クソ短いから軽く出ねえけど、もうグマヨシを信じるしかない。In those final seconds there before they fell off, but TL are going to be able to get this herald, which will then lead into potentially dragon control here in 3 minutes. And the biggest and scariest problem for T1 is this Tristana. To me, given all the grubs they've stacked up, how great she's going to be on the side lane, and frankly, how well APA has been playing. ウディアだからな。逆サイドで何かできるキャラじゃないんだよね。ウディアピック偉すぎるわ。これがジェイスだったら枯れるのに、ウディアなんだよね。Faker is, yeah, it's a bit of a question mark. Just gets hit by a bunch of damage. Yun's still just up there in the 1v1 as we can see, and the Rift Herald is gonna come down. Oh my god, 6 grab だよこれ。ミトワンチャン行くぞ。Nature's Grasp is going to come out. Core JJ, is the quickness actually gonna be invested? Grand Entrance going to come in as the charm. Okay, まあさすがに守るか。そんな火力は出なかった。ヘラルドマジで思ったよりも弱いな。Little bit scary was almost within cease and desist range, but Ona not going to go for that very long journey towards the Baron Pit. Yeah, it was a very scary moment there for T1, but handled well. Core JJ going to get his back interrupted, but not going to lead to too much here. As it looked really good. 俺マジでさ、バイウルトどこで使うん？これ構成。バイウルトで、まあ、トリス、ゼリーを絶対にやりたいです。誰がフォローアップするんですか？まあ、理想はタリアだけど、基本タリアはずっとサイドにいているわけで、毎回グループできてるわけでもねえし、まあ、足のアルティメットは添えることはできるけど、ダメージないからね。バイがすげえ浮いてるんだよな、この構成。オーマイガーッ、オーマイガーッ、ノーノー、トリスが最強になってる。 T1 が APA にギャッピングされてるって。ギャパだってこれ。おいおい、ゼウスが、神の子ゼウスがインパクト先輩にしばかれてるって。うん、これ死なない、これウディアだから死なない、ウディアだから死なない、ウディアだから死ぬ。ナイス。そう、でもトリスにキルが入ったら意味がねえんだ。これ BLG を倒した T1 を倒した TL ってことは何？ノースアメリカ is greater than KR and China。 Holy shit、 すげえ時代が来た。ロル来年終わりそう。あ、ちなみに俺ね、マスター、ありがとうございます。まだ、まあ、ゲームはまだ終わってね。ゴールドは3000負けてて、この構成レートゲームの希望もクソも何もねえけど。タワーギブで反対側で有利取るんでしょ。でもこれウディアだからね。中途半端な人数じゃ絶対無理だよ。何やってる、いけんの？絶対無理だと思うけど。できるだけ削って、できるだけ削って、もう強引にタワーを取ると。いいね、足のウルトマジ効いたね。うわー、もうなんかもう3回当てて勝ったね。ジェイスだったら一発で死んでくれるものを、ウディアは3回でやっと殺せた。足のウルトが噛みすぎる。しかし反対側でゼウスもやられる。しかもセカンドタワーがない。6グラブプラストリスターな、ミッドもガラーキー。ああ
Mid turret's down as well. TL just out macroing T1 with this draft once again. Now Faker will be able to at least get the majority of this turret.マジで6グラブ噛みすぎる。グラブも失ってドラゴンまで失ってる。おい、このノースアメリカが来年ブラジルよりも待遇したって。まノースアメリカはなぜか違う地域と融合させられて、ブラジルはブラジルだけでリーグできるの。まもうライオットからの NA の扱い、ブラジル以下なんだよ。ブラジルは数 G がありますからね、視聴数取れますからね。 NA はマジで弱いし、誰もロールやってねえからもう終わってんだよな。NA が消える前に最後に思い出決勝優勝いけるか TL。 あれ、なんか隠れてね。だけどマオカイ硬い。しかもこれマオカイフルタンク、愛国心マオカイ、ありがとうありがとう。お前ペーパー後でチェックしとけ。ワンチャンここで取り切ってバロン行こう。 T1レッツゴーバロン、カサンテがゼリを持ってくる。しかしアパとゼリが強すぎる。判定を狙う。フェイカースキルはフラッシュで避けられる。 T1 これはバロンまで行きたい。フェイカーが行く。足がフラッシュダブルでスローを与える。誰も逃がすんじゃねえ。ミッドタワー行こう。バロンは無理だ。Now T1 have so much momentum. Oh man, you could take Umpty out of pro, but you can't take the pro out of Umpty. あとこれを3回、いや、あと1回もう1回同じことやって、もうちょっと綺麗に倒してバロン取れればいける。このマオカイクソトロールなんだけど、なんでこいつ。これ愛国心以外の何者でもねえだろ。こいつチェック必要だってペーパルマジで。冗談抜きに。何これ、マップ見てくんない。誰もいねえけど、4人相手に突っ込んだぞこいつ、フラッシュで。KR ジャングラーさん、ウンティが名前負けしてないな。たまにうんちプレイをどんどん。大丈夫、インパクト。あ、でもウディアだからね。ウディアだから視界突破なんて余裕です。視界がないのは確認した。インパクト、アッシュがいるから一応視界は一時的に取れる。そしてバレにくいところにワードが置けている。これに気づかなかったらティームリクエド事故るよ。 OK、 叩いてるのは見えてる。反転アビリティはマオカイのウルト。 T1 こういうの逆転するの得意だ。オーナーなら決めてくれるはず。運ゲーバロン来た。取っちまえ。取った。さすがノースアメリカ、マクロドン。カキラもね、KR プレイヤーを入れてミクロを手に入れたかもしれないけど、結局マクロはねえよな。何やこのファッキンクソみてえなバロン。何これ、自分たちの方がレートゲーム構成有利で、ここでバロンの 50-50 なぜやる。理解不能。相手がチェックしなかったら取ればいいし、チェックしてきたら離れればええやん。ドラゴンに切り替えればええやん。ありがとうね。クソゴミだわ。早くブラジルに吸収されろお前ら。ここでバロン取り切るやつらマジでクソファッキンゴミ。ソロ級でもバックピング出るわ。マジでクソ。何これ、レートゲーム勝てる構成なのになんでこんな焦ってんのこいつら。俺はどっちを応援してるんだか。いやでもマジでこの 50-50 の取り切りはいかれてる。全力でバイをなんかマークすることでもあのわけでもなく、トリスがウルトで飛ばしてもいいし、マオカがウルト切って離脱するでもいいし、何もしねえ。はいどうぞみたいな。What the fuck?No one really paying it too much mind right here. And Impact just needs to deal with this mini wave that's about to kill the outer turret on bottom side. Okay, でこのバロンを、このバロンを使ってゴールド追いついてきた。
そしてドラゴンだけじゃ足りない、キルが欲しい。クラッシュを持ってないインパクト、ゴースト足が速い、ニコア出てる、ウディア、でもアルティメットで掴む。これがアリ、アリじゃねえな、バイタリアだな。タワーオールの速すぎる。反対側に行く、やばい、トリスが全タワー取ってるから最強になってる。ナイス反応。バロンで一応プラス2000はある。ミッドタワー欲しいけどね。これミッドをグループしてミッドでキャッチできたらいいけど、バイのアルティメットはないんだよな。バロンがあと35秒。3000もらえたいね。バロンの目安だいたいプラス3000欲しいところ。うーん、これは取り切るの難しそう。シビアの弱点ね、こいつ射程短いからタワー取るのも苦手なんだ。ベタ足だし、だからゲームが長引きやすい。ゴールド追いついたってことはミクロでなんとかなるかも。うわ、でもトリスもゼリも3コアなんだけど。フェイカーうますぎ、敵のフラッシュを読んでそっちに打ってる。フェイカーワンワンザー、ペーパルな。ミッドタワー取れるのでかい。フェイカー、やー、グレートバッファーでフォーマパ、ディスタイムアラウンド、アボイズ、サイズミックショーブ、ヒスゴッヒスアイインフォーダットワン、イズナウT1、ロキングフォーアナザーインアタレット。これティームリクエド戦ったら負けるぞ。何を狙ってんのこのウディア。このウディアの寄りがマジクソ謎だけど、エネが出てる、ちょくちょくエネが出てる。やっぱゲーム時間が伸びると攻勢は強くなるけど判断が多くなるので、そこでエネが出る。このバロンもエネ、構成に身を任せればいいのに、持ってもね、IQ を振り絞って出た答えが敵のジャングラーをバロンの中に入れて50-50のバロンやるっていう、ファッケンね、プレイスタイル。OK、Thank you。身を任せろ、構成に。お前たちマクロプレイなんか意識しなくてもいい。敵がいたらもう戦えば勝つのに、なんかちょっと考えて T1 をアウトマクロしようとして裏目に出てる。普通にゆっくりやればいいよ、お前たち勝ちたかったら。構成がそうやってやれるんだから。T1 has so much setup. They have so much control. And if they get the ゴールドは T1 逆転した。カサンテもアイテム出てきてるよ。フェイカーレベル17。いや、ちょっと待って、ジャングルのレベルすごいぞ。バイレベル15、マオカイ12。ホーリーシット。マオカイガチ柔らけ。ウディアも言うて柔らけ。で、これフロントラインが崩壊し始めると、ティーモリコイドはバックラインがいくら強くても全然 T1 チャンスある。ウディアさっきまで最強だったのに、なぜかマオカイがファーム食えてない。本当は敵のジャングルをマオカイが荒らしまくって、バイがどんどんリソースなくなって終わるような流れだったのに、何回もマオカイがキャッチされて、マオカイファーム食うもんねえから、なんか暇らしい。ポジションが前に なって毎回キャッチされる。フェイカーレベル18。おっと、これはタリアのアルティメットで分断。どうなる、ゼウスが耐えれるか。ゼウスが耐える、バイがアルティメットで中を潰す。しかしゼリとアパグバユシグバユシグバユシ、キャリア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 、ベイカーシャットダウン。
レッツゴー T1! 勝った。泳いで帰れマジでお前ら。どうやってこの試合負けんねん。こんなの何ピックしても勝ちやろ本当に。このゲーム勝てないってどういうことだよ。このクソ構成によく負けたなこいつら。まあ、T1 マジで反省しろよ。なんだこのクソゴミ構成。 NA 相手だから勝った。わあ。わあ。あぶねえ。いやでもトータル T1 がピックバンでやらかしたからまあほぼ負けだっただけで、決勝で BO5 でピックバンを直したらもちろんティームリクルートよりもポテンシャルあるんで結果オーライ。